間質性肺炎のため休養している吉本新喜劇の道康へ、56、が28日、インスタグラムを更新し、予定より早く、退院することになりました、と退院報告した、写真。アフレコに初挑戦した道康へ、しばらくは、家でステロイド治療は続きます。まずは、免疫力アップ。おとなしく家にいてコロナウイルスに感染しないように努めます。やっぱり家は良いです。家族の声がする。ゆっくり、お風呂に浸かってうとうと。幸せ、と投稿。マスク姿で前髪を固めた写真もアップし、タムケン風前髪、と記していた。道は3月31日に吉本興業を通じて、間質性肺炎のため、4月1日から約2ヶ月間入院し、治療に専念すると発表していた。